グリムスボトンはアイスランドにある湖である。氷河に覆われた河口において氷が溶けて水となっているために形成されており、この河口も同名で呼ばれる。湖の位置は北緯64度25分成形17度20分で、山頂は海抜1725メートルである。バトナヨークトル氷河の氷管の北西側のアイスランド中央高地にあり、 氷河に覆われている。その下にグリムスボトン火山のマグマだまりがある。火山の大部分が氷の下にあるために噴火のほとんどは氷底噴火である。グリムスボトンには南西から北東に向かう亀裂があり、1783年から1784年には気候に大規模な影響を与えたラキ火山の亀裂からの噴火があり、同じ亀裂の一部であった。 グリムス・ボトンは1783年にラキュ火山と同時に噴火しているが、1785年まで噴火を続けた。2011年にも大きな噴火があり、その前年にはハーモニック微動が観測された。スカフタフェットル国立公園に残る1996年のヨークルフロイップにより破壊された橋の残骸氷底噴火はヨークルフロイップに 定期的に発展する。河口からの熱はそこを覆う氷を溶かし、カルデラに水が溜まる。さらに熱が加われば、水量が増加するとともに気化が始まり、氷河の下で高圧が発生する。その状況で噴火が始まると、噴火に加えて、水蒸気の圧力より氷河が大規模に決壊し、溶岩、岩石に加えて、大量の氷塊と水が、火口に向かって落ちていくことになり、 都市インフラなどがあれば、大きな被害を受ける、可能性がある。そのために、グリムスボトンのカルデラの様子は、地質学者らにより非常に注意深く監視されている。1996年10月2日から13日、近隣の氷低火山、ギャルプの噴火により、グリムスボトンに莫大な量の水が蓄えられた。続いて十一月五日に決壊、このヨークルフロイプは二日間続いた。 しかし、噴火が始まった時点で、国道1号線が封鎖され、噴火の収束後もヨークルフロイップを警戒して封鎖が継続されたため、最大流量4万5千立方メートル S の洪水とともに10メートル級の氷海がいくつも、スケーザルアウカワ流域を流れ下った際にも、道路や橋に被害は出たが、けが人は出なかった。11月6日には、 バーサーバンガでも小規模な火山活動が観測されている。1996年の噴火では、総量3立方キロメートルの大洪水となった。バトナヨークトル氷管を横切る火山灰一週間に及ぶ噴火が1998年12月28日に起きたが、ヨークルフロイプは起きなかった。2004年11月にも噴火が約一週間続き、この噴火による 火山灰は遠くヨーロッパ本土に降り、短期間アイスランドへの航空便が欠航する原因となったが、この時もヨークルフロイップは発生しなかった。2010年10月2日と3日にグリムスボトン付近でハーモニック微動が2度記録され、同時に GPS により火山の下のマグマ運動を示す突然の増加が観測されたことから大規模な噴火が近いことが予想された。 その1ヶ月後の2010年11月1日には、バトナヨークトルから溶けた水がクリムスボトンに流れ込んだことから、氷底噴火及び氷河湖決壊洪水の可能性が懸念された。2011年5月21日19時25分、多数の地震を伴いながら高さ 12km に及ぶ噴煙柱と共に噴火が始まった。その後、 噴煙は2 0トルの高さにまで上った。この噴火は2004年の噴火の10倍以上であり、ここ100年間でのクリムスボトン最大の噴火である。火山灰は早ければ24日に、イギリススコットランド26日には、フランスやスペインに到達すると予想されたが、アイスランド以外では、航空便に影響は出ていない。エイアフィアトラヨークトルの噴火は、 ヨーロッパの航空路を閉鎖に追い込み、数十億ユーロの影響を与えた。今回の噴火はさらに大きかったが、これまでのところケップラビーク国際空港が閉鎖されているのにとどまっている。飛行に対する影響における違いは3つの要因にある。粒子の細かい火山灰は大きなものよりも降下に時間がかかり、それだけ長い時間空中に止まるため噴出された。 火山灰のうち細かいものがどの程度の割合であるかが重要である。その割合は溶岩の素性と溶岩が水に接触したかどうかに大きく依存する。エイアフィやトラヨークトルでの噴火の場合、溶岩は粘性が高くガスを多く含んでおり多孔性であったため生成された火山灰の90%以上が直径 1mm 未満の細かい粒子であった。一方、 氷河の下から溶岩が噴出する場合、爆発を伴うことが多い。そして溶岩と水の接触がなくなった後も、爆発的な状態が継続することがある。グリムスボトンの場合、溶岩は爆発的に噴火することの少ない玄武岩だが、氷河が溶けた水との接触により爆発的になっており、溶岩界が速やかに分裂することが少なく、つまり細かい粒子の火山灰の割合は低い。 エイアフやトラヨークトルの噴火では、北、大西洋からの強い風が火山灰をヨーロッパ大陸へと運んだ。グリムスボトンの場合、爆発的噴火のあった2011年5月22日には、風により大西洋北部に大量の火山灰が流された。翌日23日までに流された火山灰の量の計算値を図示したものが、英国気象庁により発表されている。 エイアフィアトラヨークトル噴火の前には航空機は火山灰をすべて避けるよう規定されていた。現在は火山灰の量によって飛行可能な区域が規制される。そのためより弊害の少ない効率的な規制が行われるようになっている。2004年夏、グリムスボトンで氷河の下から採取された水の中にバクテリアが発見された。これは氷抵抗で バクテリアが発見された初の例である。この氷抵抗は火山に近いため、地熱により年間を通じて全体が凍結することがない。発見されたバクテリアは酸素濃度が低くても生存できるものであった。これらの生育条件は火山活動や氷河の痕跡が見られる火星の地表と似ていると発見者らは考えており、火星での生命の探索に寄与できるかもしれない。 としている。ありがとうございます。